はい、酒好きな俺の飲酒トークを始めていきたいと思います。今回は、2013年の6月9日につけた、まあ、1年前ですね。につけたですね。梅酒を、早速ね、開封していこうかという話です。で、まず第1弾。まあ、去年は、5種類か、6種類か7種類ぐらいつけたんですが、今回の、まず第1弾は、ジンですね。これギルビージン、37.5 度をつけた。まあ、プラス氷砂糖の、よいしょ、梅酒ですね。よっ。です。ね、早速飲んでいきたいと思います。まあ見た感じですね。全然、梅は塩塩になってないですね。全然。大丈夫かな？ね、全然なんか、普通ほら梅酒ってなんか塩塩ってなるもんだと思うんですけど。砂糖が足りないのか、ちょっとわかんないんですけどね。足りないってこともないとは思うんだけど。ちなみに分量としては、ギルビジン 750ml に対して氷砂糖を 416g。ちょい、加えてる。で、梅が、これ何？確か、俺の分量は多分、酒を1に対して、梅を 0.5555kg。氷砂糖も 0.5555kg だから。そうですね、氷砂糖と同じ分量だけ梅を入れてるということですね。うん。みたいです。そんじゃあ、ストレートでいただきたいと思いまーす。はい、乾杯。おろ。おろ。ジンかこれ。ああ。ほとんどわかんないこれ。普通の梅酒みたいになってる。ちょっと度数が高めの。梅酒になってるね。あ、結構甘いですね。砂糖これでも多かったかな。うん。あ、でも。ギルビージンは、ほら、結構香りとかが強いんで選んだんですけど、そんなでもないな。あら。あらら。思った以上に。一番ギルビージンの梅酒がね、ちょっと、俺ちょっと、期待してたんですけど、ジン大好きなんでね。これ砂糖いらんかったかもしんねえな、これな、ここまで来るとな。まあ、ちなみに今年は、梅酒はちょっとつけないです。なぜかというと、もう今、梅酒がね、ほとんど消費しきれてなくて、腐るほどあるんですよね。これが一瓶、これ何瓶あるかな？全部でこの量が、8瓶か9瓶ぐらいあるんですよね。今。去年、つけたの、これが去年つけたやつでしょ？で、一昨年つけたのもまだね、満タン残ってるんですよね。ほぼ。うん。なので、全くもって、消費しきれてないので、
で、さらにそこら辺にね、酒が転がってる、ね、所存なんでね。ダメですね。これはあれだな。今年はつけないけど、来年つけるとしたら、これはダメだ。甘い。砂糖いらんわ。多分。梅とジンだけで多分、出来上がるわ、これ。甘いのに加えて、あんまりジンの味がしないね。まあ、普通にあれか。ギルビーやめてビーフィーターにした方がいいのかな。大して変わんねえと思うけどな。感覚的にちょっと甘いですね。まあこんなもんなんかな。まあちょっと梅酒っていうね、ちょっと甘すぎですね。これは。これは甘い。多分砂糖があんまり、普通ほら砂糖って、梅1キロに対して1対1加えるんですけど、今回 0.5 ぐらいしか加えてないんで、多分その感覚で、そういう意味で多分、梅がシワシワになってないんだと思います。ね、あれの、なんだ。ね、多分、梅がシワシワになるのはおそらくその、砂糖が、濃いと、シワシワになるんでしょうね。まあ、これはあれだな。ソーダ割りだな。ソーダ割りとかにして飲んで、まあ、早めに。まあ、ちょっと個人的に失敗だな、これはな。甘い。まあ、梅酒としては、まあ、上出来ですけど、ジンの梅酒としてはちょっと、全然ジンの味と風味が、しないんで、ちょっと、ジンとしては三つ星かな?これはな。まあ、ということで、ご視聴ありがとうございました。